わあ、美味しそう。いいなへん好吃って言いますよ。やっぱり士林といえば麻婆豆腐ですよね。こちら今夕方ではあるんですけれども、特別にランチメニューをいただいておりました。これ大今日は人気ランチですよ、これ。福島市にあります中国料理店士林の福島駅前店をご紹介します。ここからは代表兼オーナーシェフの日比野さんとお伝えしていきます。よろしくお願いしいらっしゃいませ。ありがとうございます。こちらのお店オープンしたばかりそうといなんうですこよとね。ですまけだれど1も、日オープンして、まだほやほやでございますそうですね。よね。お客さんからはお店の場所がわからないそといううなんふうですに問いよ。合わせが来ているということで。何畳ビルって言ってもどこにあるんですかって言われちゃうもんですはい、ということで私もどう言っていいか分かんないんですけど。はい、では場所からまずご紹介します。エスパル福島の道路を挟んで向かい側、南城ビルの2階一に番わありかりやます。すいじゃないですか。いや、改めまして日比野さん、今月1日にオープンしたということで、オープンおめでとうございます。お客さんの反応はいかがですか？お客様の反応はですね、場所が分かんない、ランチがやってんのかって結構言われまして、どうしてもフカヒレ前面に押してますので、お客さんがフカヒレしかないと思ってるものですね、フカヒレ以外にもございますので、どうぞ皆さん足を運んでもらうとよろしいですね。一般的なエビチリもございますし、豚肉じゃなくて牛肉ピーマンの炒めもありますし、いろいろございます。麻婆豆腐もありますかはい、らもちね、ろん麻皆婆さん。豆腐は看板でございますので、ぜひ皆さんお楽しみください。さて、こちらのお店はどんなものがコンセプトになっているんでしょうか？基本的には本店の時代からフカヒレがよく出てましたもんで、今回はお店が3分の1ぐらいしかないですよ、全店のよりは。だからできるだけ特徴を持ってフカヒレを前面に出した店作りにさせてもらいました。一番のおすすめはフカヒレとそういううですことね。ぜひ皆さんこちらのように綺麗になりますので、ぜひフカヒレをいっぱい食べてもらうと綺麗になりますよってことですね。とはいえですよ、私実はフカヒレを食べたことがないんです。ないんですよ。そうですか。じゃあもっとよくなるよ。ということで、実は私フカヒレをちょっと勉強してきましたので、こちらご覧ください。フカヒレというものはサメのヒレなんですそうよですね。ね、いろんな箇所があるんですけど、背びれ、尾びれ、胸びれとあるということですけそうれなどんですも。ね。基本的にこう背中の部分、すべてを使うんですけど、背中の部分はよく流派でいくと広東料理の部分が使いまして、あとお尻の部分の尻尾の部分ですよね。尻尾の部分がその他の流派の四川料理、上海料理、北京料理が主にそういうところを使われますね。脇のちっちゃいところはいろんな、また違うふうにいろんなように使われます。流派によって違うということそうですね。これが皆さん、これフカヒレですね。これはもう掃除をした、これから煮る前の姿でございますね。今日はこれを煮たもののお蕎麦が今から出てまいりますし、またうちでこれで一品料理で提供するのがある。皆さん、これで7700円しますので、ぜひお金があってもなくてもぜひ来てくださいいいお値段でございます。ぜひ人生で一度は食べていただきたいものになっご褒美に食べてみたい。ではフカヒレ料理ご用意いただきました。お願いいたします。これがですね、当店のごめんなさいね、このまま行こう。ありがとうございます。こちらはフカヒレラーメンでございます。フカヒレラーメン、おそば皆さでん、すね。ラーメンなこのチャーシュー麺じゃないですよ。フカヒレラーメンです。分かってます。これ見てください、この大きさ。すごく大きい。これどうやって食べたらいいんですか？もうどうやってもこうやってもそのまま食べてください。そのまま食べればどうしたらいいんですか？もう好きなようにつまんで、どうですか？下に麺がありますけど、ぜひ食べてみてください。一口感想。私も食べたことないから教えて。私もないの。この一口で、今彼女は19歳ですけど、ここで一口で食べまして16歳になりましたですね。24歳です。プルプルで美味しいですね。よかったですね。これはもう今まで食べたことないそうですが、これで一挙にフカヒレの虜になってファンになってます。入ってしまうかもしれませんね。いや、美味しいです。スープの味もいただいておきますね。ちょっととろみあって、優しい味、優しい味でしょ。本当にチャーシュー麺とか普通のラーメンの味付けに、このフカヒレが乗ったと思うと分かりやすいですね。ぜひ皆さん、贅沢なラーメンも一年に一度はいいと思いますので、ぜひ一度と言わず二度でもいいですので、ぜひ一度食べに来てもらうと。ぜひいただいてみてください。そして
もう一つご用意いただいたものがあるんですよね。あのフカヒレじゃなくフカヒレが入ったおこげ料理ですね、はい、今油で揚げておりますのですいません、はい、ただいま参ります。ちょっとお待ちくださいませ、はい、このポイントが音ということなんですよね、はい、五感の料理ですね、はい、おこげ料理を五感の料理です、いいですか、いきますよ、はい、はい、五感の料理ですね、はい、皆さん、この音はいいでしょう、目で見て耳で聞いて味わうという料理ですね、聞こえてますか、はい、皆さんすごい自由な音がしてますよ、揚げたやつね、お腹がすくる、ね、今焦げるお米ないから釜ね、普通は焦げたお米をこうやって乾燥させて、はい、できたらねスプーンで食べられた方がいいんだ、あ、スプーンで食べた方がいいですか、ごめんね、ちょっとスプーンがちょっと違う味になってるけど、はい、いいよ、両方の味、いただきますよ、はい、どうぞ食べてくださいませ、はい、おお、あ、サクサクなんですね、おこげ、ね、いただきます、はい、やけどしないように、はい、熱い、ちょっと待ってください、ゆっくりで、いや冷たかったら大変だね、やけどこれは分かりますよ、熱いの、はい、やけどしないように、おお、うん、赤い、おいしそう、よかったね、これ暑さまで感じるという、サクサクで、はい、香ばしくて、ね、とっても美味しいです、実はこれもフカヒレが入ってるんですね、はい、そうなんですよ、うん、まあ、シーリン昔は極意すごく有名だったんですけど、今はもう麻婆豆腐のシーリンと言われてるんですけど、はい、僕も大好きでございます、はいはい、皆さんもぜひこちらもお楽しみください、はい、皆さんもぜひシーリンの新店舗ぜひ足を運んでみてください、以上、はい、中継でした、今日はどうもありがとうございます、皆様お待ちしております、ありがとうございます、一体どちらがこの中継を進めているのか全く分からなくなりました、小賀さんは代表に圧倒されておりました、美味しそうでした、はい。